いくよブブブブースマ。こんにちは、宮城舞です。この度 YouTube を始めることになりました。はい、初めましての方もちろん知ってくれてる方もいると思うんですけど、初めましての方もいると思うので、簡単に自己紹介の方させていただきたいと思います。私は1988年2月19日生まれの、32歳になりました。この前30歳の時に結婚出産をして、今男の子の1児の母をしてます。16歳ぐらいから109の前でスカウトをされて、ギャル雑誌のランズキっていう、あれ今もうないんだっけ、ないよね、もうなくなっちゃったんだけど、ランズキっていう雑誌にまずスナップから出させてもらって、まあ、そっからこうジェリーという雑誌に移って、まあ、その後ビビっていう雑誌に移って、まあ、卒業して今クラッシーとかママ雑誌とかいろいろその大人目の雑誌に出させていただいてる、まあ、一応モデルをやらせてもらってます。今 SNS がたくさんあると思うんですけど、まあ、基本的に Twitter とかインスタとかをまあやってるんですけど、やっぱりインスタとか Twitter って、まあ、気取りがち、まあ、モデルっぽさを出さなきゃいけないっていう気取りがちな写真が多いじゃないですか。まあ、やっぱみんなキラキラして見えるからね、家で一人でいるママとかそれに惑わされて、なんかもう私なんてみたいな思っちゃう人もいると思うんですよ。比べちゃったりとか。それで私ってこういうキャラなんですけど、今もわかると思うけど、お母さんになってそのお母さん層のファンの方がすごい増えたから、もっとそういう人たちと近くなりたいなと思って、今回 YouTube を始めてみようかなと思いました。なのでやりたいことは基本的に皆さんと近づきたい、それだけまあそれだけではないんだけど親近感を持ってもらえるような、まあ、インスタでは見せない宮城舞をもうほんと裏の360度以上、まあ、一周しちゃった180度ね、180度裏まで行くか分かんないけど、150度ぐらいの宮城舞と一緒にこうやって視聴者の方となんかいろいろやっていきたいなと思ってます。チャンネル名がね、なんか迷ってんだよね。4つぐらいあって分かりやすい方がいいかなと思って、なんか昔はもうめちゃくちゃ前ね、ジェリーやってる時にプースマっていうやつはもう知ってくれてる子もいると思うんだけど、その時にその担当の編集の人が全然まだ YouTube が流行ってない時に撮影の裏側とかを撮ってくれた時の、まあ、タイトル名っていうのはあったんだけど、それだとちょっとねババアになってるし必死感出ちゃうから、今のところM チャンネル、MTube、マイチャンネル、YTube が候補に上がってます。自分のチャンネルとそのマイをかけてマイチャンネル、なんか結構いいかなと思ってるんですけど、わかりやすい。どうしようかね、何それおかしい、主婦層に向けてやっていきましょうって話したのに、いや、喧嘩上等内中喧嘩上等入れたらちょっとまずくない、優しさ一切ないし却下マイチャンネルでとりあえずやっていくうちにちょっと気取りすぎじゃねってなったら対応、今のところはマイチャンネルに決定しました。イエーイ。私が一番最初に思ったのは階段、ママのファンの子だったり、まあ、ママじゃなくてもいいんだけど、悩み事がある方たちにこのチャンネルに来てもらって、私となんかこう対談して日頃のストレスを発散してもらいたいなと思ったのと、キラキラしたものはやりたくないんだよね、まあ、プチプラブランドでなんか1週間コーデだったり、私本当料理嫌いなんだけど、もう本当にしたくないならしたくない家事ナンバーワンなんだけど、まあ、でも食べる人がいるからやらなきゃいけないじゃん。だからその中でこう日
日々楽しようってことしか思ってないから、ズボラレシピじゃないけど、本当料理が好きな人とか料理が上手な人は見てほしくないんだけど、強火中火適量、アマレード適量、1、大さじ2杯ぐらいだね、これ。あ、微妙だって、これもぶっこんで煮てるだけじゃん。で、これぶっこんでチーンでしょ。やってんだよ、めんどくせえだけだよ。本当料理が好きな人とか料理が上手な人は見てほしくないんだけど、まあ、そういう感じのものとかだったり、まあ、あとはなんか一日密着とか、インスタでは見せれない部分をどん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 見せていこうかなと思ってます。あ、麻雀もやりたいけどね。まあ、私と一緒に麻雀やりたい人があればコメント欄にお願いします。麻雀が趣味なんです、ちなみに。私は麻雀番組とかも出させてもらったりとかしていて大好きなんですけど、やっぱりこう子供が生まれるとなかなかね、プライベートで行けなかったりとかするんで、したいね。カムバックやる。もうカラコンとか入れられるのかな。いや、もうほんと何年もつけてないと思う。だけどつけまつげ4枚ぐらいつけてた。4枚つけてた。希望があれば、うん、やります。なんか普段は子供がやっぱり YouTube が好きじゃないですか。だから結構もう家でもつけっぱなしなんですけど、まあ、そのキャラクターのものだったりとか、まあ、チャンネルだったらなんかレオくんって子がいるんだけど、レオくんが大好きで、朝起きた瞬間からレオくんって言われてレオくんつけたりとか、まあ、あとうちの旦那が筋トレ好きだから、なんかその筋肉でやってる人たちのやつを、まあ、一緒に見たり。私にテレビ券ないからね。息子か旦那だから。私にテレビ券あるのは本当寝る前の1、2時間しかない。でもなんか1個思ったのが、美容院に行って終わるまでみたいな、なかなかなくないですか。人の美容院に行ってどんな切り方をして、やっぱバラしてるから、そもそもインスタにも上げてるから全然、まあ、あとはなんか週1回ぐらいジム行ってるので、トレーニング風景だったり、ちょっと変わったトレーニングなので、筋トレっていう感じではないから、なんかそういうとこもやりたいなと思ってます。自分の強みを何でもちっちゃなことから見つけていくと、結構自分のことが好きになれたりとかして。スタートー。しっかりはしてるんだけど、すごい熱くて、縦にこうやってやった方が混ざるってしない。これは、あの鼻吸うやつ、鼻水。最近 LINE はほとんど赤いし、こういう感じでいけるんだけど。バイキンちゃん、さようなら。バイキンちゃん、さようなら。いや、これ息子とは楽しいから。頑張ろう。お願いします。お願いします。もしこういうことがやってほしいっていうことがあれば、まあ、インスタでもいいし、このコメント欄でもいいので募集してますので、皆さんよろしくお願いします。まあ、締めの言葉がないんだよね。まあ、チャンネル登録はよろしくね。可愛く言わなきゃダメ。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。うざい。マジブレブレ、どうしよう。これからです。このチャンネルまだちょっとブレブレなんで、チャンネルのテンションが決まっていき次第、挨拶とか締めの言葉とかもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あれね、あれやっちゃう。見たいです。じゃあ伝説のプースマの挨拶、まあ、今ちょっと挨拶とかないから、まあ、やんないよ、やんないけど、この初回限定でカムバックプースマやります。いくよー。ブブブブースマ、ブブブブブブブースマ、ブブブプースマ、ブブブブースマ、ブブブブブブブースマ。え、めっちゃ滑ってるじゃん。めっちゃ滑ってるじゃん。やめてよ。結構
構全力でやったから。ママの掃除は刺さらないよ。刺さらない。だからやめよって。というわけで、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。宮城舞でした。バイバーイ。